桜は日本の歌手、作詞家、作曲家。スイス生まれ、兵庫県神戸市出身。LDH ジャパン所族。自ら作詞作曲も手掛け、絶妙のリズム感と繊細な歌声でコンテンポラリーなブラックミュージックを展開している。2歳までスイスで過ごした後、大阪に移り住む。両親の経営するディスコにて、幼少の頃から、アース、ウィンドファイヤ アベレージホワイトバンドなどのソウル、ファンク、R&B などの音楽に親しむ。インターナショナルスクール在学中の14歳の時に神戸に住居を移し、友人の影響でアコースティックギターを弾き始める。ジョニー・ミッチェル、キャロール・キングなどはアコースティックなサウンドのものも聴き、あさるようになり、オリジナル曲作りや弾き語りなどのライブ活動を始める。1986年に、 ポップコンの関西、四国大会に出場し、ジュニア部門で銀賞を獲得。1989年にワシントンシアトル大学に入学し、その後シアトル単内に編入。留学中は仲間とストリートでブルースを歌って過ごす。1991年に卒業後、帰国して一般企業の会社員をとなるが、その傍らでオリジナル曲を書きため、 R&B、ソウル系の数々のバンドにリードボーカルとして参加する。時には、ニューヨークのセッションやレコーディングにも参加すると、実践によって経験を重ねていく。1993年、ボーカルフェスティバルでグランプリ受賞。1995年、インディーズよりミニアルバム、桜をリリース。 1997年7月には、インディーズカセット、オール・ブランニューをリリースと、インディーズで実績を伸ばす。1997年10月8日にマキシシングル、ソウルメイトで、東芝 EMI より、メジャーデビュー。9年間の在籍中に8枚のオリジナルアルバムを、発表。2003年にウクレレを弾きながら、関西弁で歌う、ラブ・ヨン・リアルが話題になる。当初、 レコード会社は宣伝用ミュージックビデオを作成しなかったが、FM802 の番組で独自にミュージックビデオ撮影の参加者を募集したところ、予想を大幅に上回る約400組の応募が殺到。地元テレビ局で放映されたことで、さらに人気は加速し、FM802 のチャートを盛ん、ホット100では2週連続1位を獲得した。2006年、独立して、 自主レーベルを設立。同年、デフ・テックのツアーに参加。2007年、ユニバーサルミュージックへ移籍。デフ・テックのミクロが設立した新レーベルプライマリーカラー、リコーズに参加する。2008年、再びインディーズにて活動を始める。2013年、LDH 主催のクリエイターバトルオーディションにて優秀賞受賞。ありがとうございます。